はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。で、今日なんだけど、めちゃくちゃすごい海外の島にやってまいりました。ですので、今日はそちらを見ていければなと思ってます。さあ、まずはですね、マップを見ていきましょう。で、マップを見ていきたいわけなんだけど、さあ、こんな感じでございます。いや、すごいね、地形がなんか独特すぎるんだけど。で、この島の特徴としましては、本当にすごいんですよ。島の中に島を作ってるっていうね。まあそういった状況になってます。これがどういうことかというと、実際に今から見に行きましょうか。マジで島の中に島があるでござる。で、こちらいただきましょうか。多分これがないと進むことができないんで。では、そこの街灯の場所なんですが、地図を見た感じだと、多分案内所の右上かな？多分右上じゃないかなと思ってます。僕もこちら初見なので、どこにあるかわかりませんが、多分ここじゃないかな。あ、ここだね。ここですよ、ここ。ちなみに、島全体は、まだ作り終えてないみたいだから、そこのところはご了承ください。今、島を作り直してるところみたいです。11月に、超大型アップデートが入ったと思うんですが、それに伴って、島を大改修されてるそうですね。なので、ところどころ、何もないところがありますが、ご了承ください。ただ、離島はもうすでにできたっていうことなので、そこを見ていければなと思ってます。では、具体的な場所なんだけど、こちらかな？うわ、すげえ！やってきたー！これどうすか、皆さん。皆さんどうすか？ どうすかって言われても困るか、反応に。これすごくない？ガチで、島の中に島がある。これすごいよね。やばすぎる。これすげえだけど、本当に。すごいとしか言いようがないよね。島の中に島があるって。景観がすごすぎる。まあ、これもしっかりと計算されて作られてるわけだからすごいよ。ってことで、まあ、こんな感じになってます。島の中に島があるみたいな。これはかなり参考になりますね。っていうことで、こちら降りていきましょうか。で、どうやらですね、土管の中に入ると向こう側に行くことできるみたいです。で、土管に入ると、はい、着きました。すごくね、これ。仕組みがすげえよ、マジで。仕組みがすごすぎるぜ。で、島に上陸しました。なんか面白いね。島にいるのに、島に上陸みたいな。っていうことですので、あれだよな。はしごがあるから、ここから降りることが、あれ？間違えた。これで OK か。降りることができるわけですが、あ、降りることできますね。で、なぜか剣がここにあると。で、ここから迂回することはできますね。大丈夫ですね。で、島がどんな感じになってるかっていうと、こんな感じになってるみたい。まあ、ここから見てもかなりおしゃれに見えますよね。すごいな。島の中に島があるみたいな。まさに絶景ですよ。で、戻ってきました。まあ、こういった作りになってるみたいですね。いやー、これは本当にすごいわ。感動ものですよ。これからね、離島を作りたいなと思ってる方には、かなりおすすめの島ですね。これは絶対に見ておいた方がいい。で、こちら側のエリアもすごいんですよね。で、こちら側のエリアもすごいわけですが、まだね、一部しかできてないみたいです。まだ島作りの最中みたいなんで。で、こちら側はこんな感じになっている。これすごくない？これすごいよね。やばすぎる。こっちもこっちですげえわ。さあ、こんな感じですね。いやー、絶景だな。ここもここで。完成度が高すぎる。ガチで山じゃねえか。ねえ。これガチの山じゃない。すごいよね。こういった光景は、なかなか日本では見られませんよ。まさに海外の方が作った島ですね。これは本当にすげえよ。これからね、山とかを作ってみたいなって思ってる方にとっては、かなり参考になる島じゃないかなと思ってます。で、ここから見てもね、かなりおしゃれなんですよ。おしゃれすぎないかっていう。ね。さあ、ここを降りていきましょうか。で、これはなんだ？ まだ島作りの最中だからか。まさにプロのお仕事ですよ。まさにプロ技。ただ島作りの過程を見れるっていうのもいいよね。なるほどね。裏側はこんな感じになってるのかみたいな。ここもすごいな。まだ作ってる最中だと思うんですが。ええー、こんな感じになってるんだ。いや、隅々まで見ることできてすごいよね。
あとは木がかなり密集しているんですが、ここもかなりのこだわりポイントみたいですね。あとは雑草もかなり生えております。で、こちら側行ってみましょうか。で、ここもまだ作ってる最中か。いやーけどね、新しい家具が大量に追加されたわけだからさ、島を新しく作り変えたいっていう気持ちはわかるわ。その気持ちは痛いほどわかりますよ。だってさ、大型アップデートが入って、それに伴って新しい家具が大量に追加されたわけだから、それはもうね、島を作り直すしかないよねっていう話を。そういった背景もございまして、住民の家が砂浜エリアに大量にございますね。一時的にこちらに避難させてると思うんですが、すごい数が砂浜エリアに密集しております。で、ここはなんだろう？うわぁ、ごめんなさい。ちょっと走っちゃった。うお！ここもいいね。何これ。またまたおしゃれなスポットを見つけてしまいましたよ。おそらくここもまだ未完成だと思うんですが、ただ現時点でもかなりおしゃれですよね、これ。現時点でもかなりおしゃれな県について。なんか、田舎道みたいな感じでいいよな、ここ。ちょ、写真撮ろうぜ、写真。いや、やばいな、これ、島作りのプロだな、本当に。いや、完成した島がめっちゃ楽しみなんだけど。わかりますか？めっちゃ楽しみですよね。どんな島ができるんだろう。いや、おしゃれすぎないか。映えるスポットが大量よ。映えスポット大量島やな。まあ、ここら辺はおそらく、田舎道の雰囲気にしようとしてるのかな。多分、そんな感じがしますね。まだここも未完成みたいなんですが、今後どうなっていくのか、かなり楽しみなところですよ。ね。あと、こういうところもいいよね。ここいいね。バスの待合所みたいなところよ。まあ、こういった風景っていうのは、今の日本ではあまり見られませんが、一昔前であれば、こういった場所っていうのは、そこら中にありましたからね。ただ、今ってあまりないよな。けど、こういうなんだろうね。田舎道って、のどかでめちゃくちゃ癒されますよね。素晴らしい景色を。さあ、こんな感じになってます。皆さんいかがでしょうか。ただやっぱりさ、一番の見どころっていうのは、さっき紹介した離島のところかな。離島がかなりの見どころになってます。で、離島プラスさっきの山のエリアであったりとか、あとは田舎道のエリアかな。ここがかなりの映えスポットになってるんで、ぜひ皆さん、夢訪問される際は、ぜひぜひこちら、ご覧いただければと思います。で、随時ね、夢番地は更新されてるみたいなので、まだ未完成ではあるんですが、そのうち完成すると思います。で、完成したらまた再度、訪問させていただければと思いますね。はい。いや、これはね、本当に、完成した島が見たいわ。ただ、進捗具合的には、まだしばらく時間がかかりそうな感じはしますよね。あと、1ヶ月、いや2ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかな。まあ、結構かかりそうな感じがするので、のんびりと待っておきましょう。はい。さあ、果たして、この博物館のエリアは、どう進化していくのか。そこがめちゃくちゃ楽しみだわ。どう進化するんだろうか。ただ、すでになんか構想は練られてるって感じなのかな。崖作りとか地形作りもすでに終わっていて、ある程度、構想は練られてるのかなと思いました。まあ、階段もありますからね。ただここからどう展開されていくのか、そこが非常に楽しみなところ。で、あとは木がね、ところどころに生えているので、多分これはどこかに移動させるんでしょうね。まあ、ちょっとどうなるかわかりませんが、今後の動向も引き続き追っていきたいと思ってます。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ、幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあねー。